この人形では直角三角形のグノモンを用いている。グノモン、またはノーモンは人形の一部であり影を落とすものである。グノモンという言葉は古代ギリシア語で指示するもの、識別するもの等の意味である。天文学や数学その他の分野で様々な目的で用いられる。ノーモンの英語による発音はノーモンである。 日本語環境では脳門の表記もグノ門の表記も見られる。数学ではグノ門の表記がほとんどである。起源的には地面に垂直に棒を立て、その地点における南中の時刻と太陽の高度を測定するために用いられた。中国では紀元前2300年前から使われていた。文献上では2世紀の旧小三術の中で、 紀元前11年の修行端によって、すでにグノモンが使われていたと記述されている。タートル湾の公園にある、このシャバリ橋のカンチレバーの桁は、大きな人形のグノモンになっている。クリチバのチラデンテス広場に面した建物の壁にある、グノモンアナクシマンドロスは、このバビロニアの道具をギリシアに導入したとされている。北半球では、影は通常東を向くため、 グノモンは北向きに地軸に平行に置かれる。つまり、グノモンは地平に対して設置場所の緯度と同じ角度に向けられることになる。現在、そのようなグノモンはほぼ北極星の方角に向いている。ユークリッド言論の第二巻で定義されるグノモン。コンピュータグラフィックスで用いられるグノモン。ありがとうございます。